hair is falling down. My hair is falling down, falling down, falling down. まあ今ね、これ今髪を下げてるのでね、ハゲてるとか全然わからないと思うんですけども、これがね、僕の、普段の感じでございますね。そう、まあこれを見ただけだとね、やっぱりこうなんだろう、僕がね、こうハゲハゲ言っても何のね、ピンとこないという方も多いかなと思われるんですけどもね。あとね、この前髪をね、実際にこう上げていきますとね、こんな感じなんですよね。こう、こんな感じ。はい、ちょっとね、相当やばい。相当やばい。相当やばい。あ、もうここね、こうフレームアウトしちゃうぐらいやばい。ここね、広すぎて、おでこ。そこでね、ちょっとここの、肩の部分ですね。ちょっと今、両手塞がってて見えないですけども。カメラが難しいな、これ。これ。どうやってこう、ハゲ、私のハゲを映すかっていうか難しい。このね、この部分ですね。この肩の部分。ここが、もうどんどん進行してきてるっていうところで。ちょっと画面が来たいのでそろそろ戻しますね。こうね。ちょっとね、まあ普段こんな感じでね、前髪垂らしてるわけなんですけども、そう、僕すごいそのリスナーさんの方からね、すごいよくこう質問いただくのが、山海さんってこのテンパなんですかっていうところで、そう、僕ね、こうテンパなんですよね。まあ言うてもまあ癖毛ですかね。そう。このドライヤーとかで、こう、わーって、こう背を、こうシャワー浴びた後直後とかに、まっすぐ当てれば、ストレートになることもできるんですよね。まあこの毛先だけちょっとこう、ウィッていう。ね、この毛先だけグイって、そう、性格がひん曲がってるからちょっとグイってなるんじゃないかみたいにいつも言われてるんですけどテンパあるあるですね。こうあえてちょっとこのテンパでね、ぐちゃぐちゃってやって、ちょっとハゲのね、隙間を隠すっていうところで、こうおでこがやっぱ広いから、ちょっとこう隙間がねできるとこうなるわけですよ。で、まあ僕のおじいちゃんも、まあ、僕の父もね、こうおでこからはやっぱこうハゲてて、で、まあ遺伝的にも結構なんかなんだろう、顔とかも結構似てる感じなので、まあハゲるなと。They are like similar, right? I mean, I don't know how they were when they were your age. Right. But you know, like many people have like huge forehead. Yeah. That doesn't mean that they are bald. Yeah, but look at this. It's getting more here. Let's see this. You never do this, so I don't get the chances. So I don't do this. So ネレアさんにもね、これ普段こうね、こうあんまお見せしないんですよね。こう、そうネレアさんが実際こうどう思ってるのかっていうのもね、この動画の後でちょっとお話ししようと思います。そう。そう。でね、まあ、結局この、まあ、僕、小学生の頃からずっと、まあ、おでこ、こう、広いわけなので、ずっとこの髪型は変えてないです。このハゲ隠しスタイル。そう、ずっとこのね、ロン毛でやってきました。うん。まあ、中学、高校とかはね、まあ、ハゲの坊主の時も、あったわけなんですけれども。でね、僕、ね、これ YouTube であんまやってこなかったんですけれどもね、小学生の頃からずっとこのね、ハゲ一発芸みたいな感じでね、ここに、もう、くせ毛とこのおでこの感じで、くせ毛ってやっぱこうね、こう、にょーってなるんですよね。それを利用して、ハートみたいなね、これやばいよね。でね、まあこうなんだろう、会う人会う人、まあ実は僕ハゲなんだみたいな感じでね、まあちょっとネタにして今までやってきたわけなんですけれども、まあ、なんだろう、こうね、やっぱこう一発目でこうバーッとやると、まあ笑う人も笑うんですよ。でもこう人笑いした後に、なんだろう、あれみたいな、笑えないぐらいのこう広さなんですね。これ動画でも伝わって、あ、伝わってますね、これは。ちょっと伝わってるかな、ちょっと動画では伝わんないかなって言おうとしたけど、これ絶対伝わってますね、これは。で、今ね、もっとこれやばいんですよ、実際。これ今ね、こう前からこうやっておるわけなんですけども、僕ね、こう頭の形が悪くて、これ前からだとこんな感じにして、ちょっとおしゃれヘア風にして、わかんないけど、横から見たときに、このね、頭の形がこっちって言うんですよ、こう横側も特にやばい。横顔やばい。これ多分登録者減るかもしれない。でね、まあこう一発芸僕のよくあるんですけれどもね、こうリモートとかでね、こう電話通話してるときにね、こう一発芸地平線、こう笑えないね。そんな感じでね、まあ、僕が悩んでいる理由っていうのをお伝えして、その後後半でね、実際そのネラさんはどう思ってるのかとか、まあなんだろう、外国人の人ってなんかこうハゲ結構そこまで気にしないみたいに言うじゃないですか。そこら辺もね、そんな感じでちょっとお話をしていこうかなって考えております。これ動画出すか実際ちょっとわかんないですけどもね、はい。 My hair is falling down, falling down, falling down. Oh, 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 oh
ということで今回は You can go down put the in the water あーこれやばいこれやばいこれやばいこれね髪が濡れ水に濡れてしまってるのこれやばい But you went like this Yeah You have to go like this It's hard to go under with this そう一つ目の悩みにねこのやっぱこうプールとか行った時にこの髪を濡らしてしまうと、どうしてもこのねハゲが目立つというところであとは雨とか降る時もね同じことなんですけれどもこれはやばいこのオールバックスタイルはこれね相当Good morning. Good morning. これが一番やばいやつですね。これね、このおでこの広さと、まあ、僕テンパって言ったんですけれどもね、この髪の細さというところでね、もうすべてがもうこれ全部裏目に出てる。これに関してはもうね、もう説明することもねないと思いますね。これはもう気持ち悪い。My hair is falling down, falling down, falling down. Shall we begin? そう、二つ目の悩みにね、この踊るときにやっぱりこのどうしてもちょっとね、ハゲとしてこう悩みがあるというところで、まあ、こう踊りながらね、こう髪がパッカパッカパッパカパッカパカなってしまうというところで、そう、バレエダンサーはね、結構まあロン毛スタイルがこう、いいってまあされてるんですけれども、まあ、野球部でいうと坊主、まあ、バレエダンサーでいうとロン毛みたいな感じでね、そうだから体が動かなくなってその体の寿命が先に来るか頭のね髪の寿命が先に来るかっていうのがねなかなかこう、そうあとはやっぱりこうどうしても踊る時にこの空気抵抗で髪がこう前からこう後ろにブワーってなっておでこがもうあらわになってしまう時、そうあとはこの YouTube で外でこう撮影してる時とか風とかの影響でねそうおでこがあらわにする、あとこの回転してる時ってあの髪がねこうパカパカなってるんですけども、これでね割と結構バランスをとってたりします。あとこれ写真撮影ですね、この写真撮影をする時とかをこうジャンプしてやるんですけれどもパシャっていう時に髪がパカってなってしまうのでまあでも実際ねこう舞台に立つ時は結構その髪をねガッチガチにもうワックスで、まあ、ジェルとスプレーと一緒でもうこれ髪じゃないんだってくらいいいもう髪をガッチガチにするので、そこまで今のところはね、まあ、困ってはいないんですけれども、まあでもね、こうおでこを出すスタイルができないというのは悲しい。My hair is falling down, falling down, falling down. Come here. Let's talk about my hair. You give it more importance than I do. One, two, three. こんな感じでね、YouTube をね、こう撮影するとかのね、時もね、必ずこう髪をまずチェックして、隙間がねないかどうかっていうところで。そう下手したらもうほんとこんな感じで「どうも今帰っているですこんにちは」とか言ってそう下手したらもうほんとこんな感じで撮影「どうも今帰っているですこんにちは」ということで本日のSo house in Spain or like in your Basque country what do you think of like a bald guy? It's a fashion right? It's one of the hairs that it depends. So what do you think of my hair like this? I like long hair.For example, if you have like this, I like this. I like you to have long. 一発芸あるんですよ。まあ一回目は受けるんですけどもね。二回目以降はちょっとなんかみんなドン引きするやつなんですけども。月のマグマ。That's what you were saying all these days. You were practicing for this moment. You're what? Okay. You're gonna be 25. ということで、ね、まあ今回のこの動画をね、気に入っていただけた方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。I can donate my hair to you. You have such a thick hair. We can make a. Look at this, so thick. We can make your wig like in the anime. Remember, like, and the hair goes. So, you can record it. Are you talking about Anpanman? Anpanman. Bye bye. またね. またね. またね.Please like and subscribe.